日本選手権ファイナリスト誰が入ってくるんだいということで、非常にこう形も良くてサイズもあってみたいな感じなんで、弱点ないんでは本当冗談抜きで日本で一番でかいんじゃないですか。はい、皆さんこんにちは、相澤隼人です。今日も私の家から動画を撮っていきたいというふうに思っております。最後まで動画のご視聴よろしくお願いします。ちょうど今年もぼちぼち日本選手権のシーズンがね近づいてきましたということで、隼人くん自身も3回優勝しているっていうところあると思うんですけども、ファイナリストこれが12名ね毎年出るわけですよ。でここの12名に誰が入ってくるんだろうみたいなところって結構皆さん注目しているところかなと思いますので、今年もし新ファイナリストに新しい選手が加わってくると、要は去年入ってない選手ですね、が加わってくるとしたら誰なんだろうっていうのを予想してもらいたいなと思っております。一人目、寺山亮選手です。これずっと去年から隼人君はもう推してるもんね。すごいんですよ本当に。月に1回会うか会わないかぐらいなんですけど、ジムで見るともうなんか壁なんですよね。非常にこう期待しているというか、なんかこんな自分で言うのかもしれないですけど、自分の好きな選手の一人です。日本選手権の常連選手かっていうと別にそういうわけでもないけど、ほんと隼人くんをはじめとしていろんな人から名前が上がる選手なので、ベストコンディションで出られたら相当いいところ行くんじゃないかなっていうのはね楽しみですよね。弱点ないんで、まあ今のそのボディービルの体というか非常にこう形も良くてサイズもあってみたいな感じなんで、非常にこう期待できるのかなというふうに思ってます。変なプレッシャーではなくていい意味ですごく期待してるんで、素直に頑張ってほしいです。2人目は大木谷選手ですね。大木谷さんもうやばいです。大木谷さんは多分本当冗談抜きで日本で一番でかいんじゃないですか。その GBBF の大会に出てる中で175前後ぐらいの身長なんですけど、90キロぐらいなんですよね大会の時の体重が。去年クラシックフィジーク優勝してたんですけど、その前の年から足トレ始めたって感じなんですよ。で、それで90キロなんで、まあ、そもそもこっちのアッパーが相当ヘビーなんで、そこにボトムついてきたら、多分95キロぐらいで全然仕上がってもおかしくないのかなとは思うんですよね。先週ちょうどお会いしたばっかで、ちょっと体見てほしいって言われて、見させていただいたんですけど、あそこまで行くとなんかもう笑いが止まんなくなっちゃうみたいな感じです。でも一応ボディービル初出場で多分いきなり日本選手権じゃないですか。そんな甘くないんじゃないのっていうのはないんですか？ファイナルは可能性全然あると思います。仕上がりは全然本当にもうすごくいいんで、あとはボトムがどれだけ変わってるかっていうところですかね。やっぱ足は見られるので、まあ言っちゃえばアッパーが強すぎて上と下とのバランスがあんま良くないっていう風に見られなくもないと思うんですよ。ただやっぱそれって、まあ、その審査員の、まあ、言っちゃえば主観であって、まあ、その人がいいと思えば絶対上にはいける人だと思うので、自分は大木谷選手はかなりすごいなっていうか、本当開いた口が塞がらなくなりますね、あの体生で見ると。確かにこの間初めてお会いさせてもらって、もう服の上からでも筋肉のサイズの迫力が伝わってきたもんね。異常ですよ、人間として強い感じですね。それの代表格で、それでいいところがちゃんとボディービルの形してるっていうのがまたすごいですよね。なんかそういうタイプの体の人って個人的には、例えばちょっと皮膚がすごい分厚かったりとか、ウエストがちょっと太すぎたりとか、まあ節々がそれぞれ太いんで結局メリハリ出ないとかはあるんですけど、ただ大木谷さんそれがないんですよね。本当になんかすげえなって感じですね。お一人は大久保くんです。質問の動画でも言わせていただいたんですけど、同い年で本当に唯一何の迷いもなくすごいなというか思えた選手は彼が初めてですね。それは何を見て？体ですね。特に足ですかね。足のクオリティはやっぱ相当すごいんじゃないですか。でもご本人も日本選手権から日本のねトップ選手目指していきたいっていうふうにおっしゃってたので、ね、もしかすると同じステージ立つ可能性もありますね今後。隼人君そうですね、気をつけます。何を気をつけんの？足細くならないように気をつけ。大久保選手はどういう選手なんですか？まずは四頭筋ですね。とにかく足で、自分と違うのがカーフのサイズがすごいんですよ。ビルダーのあの、まあ、重たい足というか、自分は太ももはそれなりなんですけど、カーフがなんかそこに追いついてこないな、なんでなんだろうなって感じなんですけど、彼はやっぱそこがすごいんで、だからそこがなんか自分の中ではないかっこいい足してるなというか思うところの一つですね。このお三方が隼人くんが、まあ、もしかしたらファイナリスト来るかもなっていう風に想定してる選手っていうことだと思うんですけど、まあ一旦ファイナリストとかは置いといて、日本選手権で見てみたいとか、日本選手権出てくれたら面白そうだなみたいなこう番外編の選手とか見ますか？鈴木雅史選手じゃないですか？それは確かに間違いない。鈴木雅史選手、横川尚隆選手、この2人の対決を僕は見たい。
いやそこに隼人くんが並んでくれたらもう言うことないよね。もう21世紀の代表するボディービルの戦いを見れる。それ個人的には例えばクラシックフィジックのゴミ原くんとかは今ちょうどアジア選手権ね行ってすごい成績を収めてますけど、日本選手権でも全体的にサイズがついたらファイナリストどころじゃなくてあるんじゃないかなと思いますし、そういう誰かいるかなっていう。レイさんは出てほしいですね。あと岡田先生とかもそれで身内になっちゃいますけど、やっぱ体すごいですよ。トレーニングを例えば仕事とか忙しくてちょっとできない期間とかも多分あるとは思ってて、でも大会の時にちゃんとトレーニングやってやっぱ戻ってくるんで、筋肉を長年かけてつけたものって多少なりともサイズ感がシュッてなくなってもちゃんとやれば戻るんだなって見せてくれた方ですね、はい、日本選手権出られてる時は20ピックぐらいまではずっといつも残ってる印象あるんで楽しみですね。あとクラシックフィジークの白井さんとか、彼の体はすごいですね。ボヨンボヨンしてますね、筋肉が。ちなみにおこがましい話かもしれないですけど、さっき言った3名の方、もし順位予想するんだったら何位ぐらいで入ってきそうですか？出る人によってやっぱそこは変わってくると思うんですけど、現実的な話すると寺山さんと大久保さんは結構五分五分かなって感じですね。でその下に大木谷さんかなって感じですね。やっぱそこはそのバランス的な部分で、よりボディービルっていう風になった時のアッパーとこのボトムのところを見るとちょっとそこは一段階ちょっとまだ下にいるのかなっていうのは個人的なあれなんで、でも逆に言えばそこを行けば相当いいとこまで上がってくると思いますし、非常になんか気になるなってなりますね。2022年の大会でも確か杉中くん、木名穂高選手、吉岡くんとかこう並んでた気がするんで、近いところでそういう若手がねがっつり出てくるみたいなのはあるかもしれないですね。はい、ということで、今日の動画は日本選手権ファイナリスト誰が入ってくるんだいということでお話しさせていただきました。寺山選手、荻谷選手、大久保選手、この3人はものすごく自分が推している選手というか応援している選手なので、皆さんも期待していただいていいんじゃないかなというふうに思っております。この動画いいなというふうに思いましたら、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。そのボディービルっていう競技は筋肉大会でもないし減量大会でもないんですよ。じゃあそのボディービルって何なのかっていうと、やっぱ見せるところなんですよ。例えば、まあ、足のカットが入らないからレッグエクステンションやり込むっていうのはそれは解決してないんですよ。肘が体に対して外に行けば行くほど幅は広くなります。だから幅が広くなるってことは相対的に厚みって絶対消えるんですよ。よくあるのが後ろの足が伸びきっちゃってこっち上げるんですけど、ここの隙間ができちゃうことによって足の重みが消えてくるっていうのがよくあるので、見てて面白いなっていうフリーポーズは1分間の中でいろんなパートがある、最低でも2か3パートはあると面白いです。個人的にはあんま暖色系はおすすめはしないです。要は目をつぶって開いて、目をつぶってあこれぐらいだなと思って開いた時にあれ全然違ったとかっていうのもやっぱ結構あるんですよね。こういう風にやっていけばおそらくもう9割5分以上の人はいいポージングが取れるのではないかなというふうに思ってるんですけど。